皆さんこんにちは、ムチョと申します。今日はですね、ヤバすぎる馬主さん日高系編ということで、久々にね馬主さんシリーズやっていきたいなと思います。まあこれまでっていうのはね、結構車台系も含めて、てかそちらを中心にね持ってる馬主さんっていうのも紹介してきたんですけども、今日はね日高系の馬を中心に持っていて、かつ成績がヤバすぎる馬主さんということでやっていきたいと思います。では早速ねいきたいと思うんですけれども、いやーね、こうプルステークス2着に入ったこのトップナイフですけれども、いやーこれはねやっぱりこれ馬主さんの影響力っていうのも私はあったんじゃないかなって思っちゃいますよね。こちらの安原浩二さんになりますけれども、いやーこの方の相馬感っていうのはヤバすぎますね。去年のリーグディング的に言うと54位という数値になっておりまして、やはりね50馬主さんらしく頭数的にって不利っていうところがあって、リーディング的には上位に来づらいんですけども、やっぱりそのね率であったり上位クラスでの走りっていうのは本当に凄まじいものがあって、まあ、やっぱこれまでもですね、結構この勝負服で重賞や G1、 そして海外で目立ってた印象っていうのは皆さんあると思うんですよね。あの阪神カップ勝ち馬修二もねこの方の持ち馬だったり、 JRA で行われたね JBC レディスクラシックを勝ったアンジュデジールなんかもこの方ですし、そして2歳戦からね大爆走して UAE ダービーにも鳴り物入りで挑戦したアディラートもこの方の持ち馬だったりします。まあ、つまりは本当当たった時の活躍っていうのがめちゃめちゃ大きい舞台ですし、しかもその当たる確率っていうのも本当にこの方は多い印象がありますね。でまあそんだけね走ってる馬たちっていうのがほとんどというか9割以上日高系っていうのもやはり見逃せないところだと思いますね。ご覧ください、獲得賞金トップ10は全て日高系の馬。この20位以内の中でもノーザンファームの名前が一つあるだけで、それ以外は全てね日高系の牧場ということになっております。まあそれこそねノーザンファームの馬かなり少数は買われておりますけれども、そんな中からでもグッドドリルというね、まあビッグアーサーの代表的な一頭が出ているあたりっていうのも本当にね目の付けどころがさすがなと言わざるを得ないですよね。普通だったらこうノーザンファームの馬って言ったらね、がっつり芝中長距離レースに乗っていくんだっていうね考えになりがちですけれども、この方の場合はビッグアーサー3区っていう渋いところをついて、しっかりその購入価格を超えてくる活躍っていうのをもう見せているわけですからね。この方の場合はですね、どちらかというとそういう競りの購入っていうよりは結構庭先取引の方が多い印象で、おそらくその日高系の牧場と単純につながりが強いっていうところもあるとは思いますね。ただ最近はですね、結構その自分で繁殖牝馬を持って生産をやられているっていうところもあるみたいで、いやーその配合理論っていうのも本当にすごくてですね、それこそこのチラリっていう馬がですね自己所有してそんなに、ね、走りはしなかったものの、しかも血統的に言ってもねなかなか父かステナンゴって評価難しい馬ではあったので、普通だったらね手放してもおかしくなかったところではあると思うんですけども、そこからねめちゃめちゃ渋いレッドスパーダとかをつけてですね、もう初年度から8000万円を超えるようなね獲得賞金のソウルトレインを出して重賞でもね挑戦しているような馬ですけれども、でその次に出たアンジェリーナもですね同じく困窮者でしっかり未勝利で前線して1000万円以上稼いでチューリップ賞にも挑戦した素質馬っていうのは、いやー本当にねその目の付けどころ繁殖入りさっていうこともそうですし、勝負を選んだセンスっていうのもすごいなというところですね。まあ、やっぱりカネさんからも分かりますけれども、本当こういうヤバすぎる相馬眼の方っていうのは手話の選択についてもね全くもってこうミーハーな選択はしないっていうところがあると思いますよね。でかつそれで走るというのがすごいですね。まあそれこそ普通だったらね初年度からなかなか渋い勝負でがっつりと結果を出した繁殖っていうのはどんどん怖くなってて、最終的には車台のやっぱりエファネイアとかねロードカノラコントレールクラスにつけたくなるものですけれども、ずっとマクヒアタリソマニックサンダースノーを日高系のをつけてですね、去年こそアドマイヤマーズになったみたいですけれども、それでもなかなかね車台の中では渋いところをつくなっていう感じですからね。まあですからとりあえずこの安原さんが持っている馬を芝表で見た時は、血統的に見るとね一見地味で見る字面でもこの方が選んだったんだら何かの理論があるんだろうなと見た方がいいと思いますね。もうそれこそね今の2歳なんかも本当にね
エファネイヤが一頭いるぐらいで、他かなり渋いラインっていうのをついておりますけれども、そんな中からトップナイフ、 G1 チョイバーだったりね、そういった馬も出てきているわけですからね。まあ本場の場合はセリー購入馬ということになりますけれども、まあとりあえず見かけたら要注目、よろしくお願いいたします。まああとは厩舎とかもね、見といた方がいいと思いますね。やっぱりこういう方々っていうのは外気を中心に回転重視で回している人っていうのには行ってない印象で、本当にね在級で結構しっかり仕上げてくるね、まあ、代表的なのがまさに久保さんですけれども、そういったところをやっぱりついてくる印象がありますね。ということで水色のこの勝負を見かけたらぜひ注目してみてください。では次ですね、こちらも G1 級で大活躍、大川浩二さんでございます。いやー、この方はですね、最近の活躍が本当に化け物すぎますね。もう個人馬主さんでね、リーディング去年29位って本当に凄まじい数値なんですけれども、それでいて頭数多いってわけではなくてね、副賞率3割超えっていうのは本当にヤバすぎる相馬眼としか言いようがないですね。まあ代表馬としてはやはり G1 馬赤糸っていうことになるんでしょうが、それにとどまらずね、去年オーブンブルマイがまさにオーバンブルマイの重賞勝ちを決めたり、九州馬ヨカヨカが重賞勝ちを決めたりと、まあ話題性っていう意味でもかなり持っている馬主さんですね。ただこれだけの活躍していながらも車台系の馬っていうのはほぼおらずですね、トップ10の馬は全て日高系で、20位以内でも2頭ノーザンファームの馬がいるっていうぐらいですね。かなりこの方はノースヒルズと結びつきが強くて、1歳からの育成は結構大仙ヒルズとかに移してるところもあるみたいですね。ただやはりこの方っていうのも生産分野にかなり関連し始めておりまして、まあ、まさに先ほどのね、大盤振る舞いや姉御肌なんかが、まあ、完全自家製産馬ということになっておりますね。このサンデーヒルズっていう名前にその牧場っていうのになっておりまして、まあもう見ていただけば分かるように、まさにその地のラインナップっていうのも多種多様ですよね。セレサントなんかもね、これ自分の所有馬ではありますけれども、実績的に言ったらかなり渋いというか、血統的に言ってもコロナズクエストの後継ってかなり限られると思うんですけれども、いや本当この方だったらね、大成功させてもおかしくないかなっていう手応えはなくはないですよね。他ミッキーグローリーとかね、ディスクリートキャット、エンシンフラッシュ、ビクトアルピサと、いや本当に面白いラインナップ。この方はその岡山からも分かるように結構ね、九州サンバの購入とかもかなり行っていたり、あと生産なんかもこのストームファームコーポレーションに予託していたりですね、まあ、かなり幅広く馬を見ているからこそこの結果にもつながってるのかなっていう印象がありまして、そういえばちょっと抜けてましたけど、あのご来光なんかもね、この方の持ち馬ですからね。いや、サマーセール770万で勝った馬が JBC 勝って海外遠征も予定してるぐらいっていうのは本当にね、夢のある話で、とりあえず岡さんの購入馬や生産馬は要注目で間違いないかなと思いますね。まあ、やっぱその相馬眼っていうのはもちろんありつつもですね、そのノーザンファーム育成馬がノーザン育成とかってね言われるように、結構そのノースヒルズ育成も最近はかなり結果を出しているところがありますので、隠れノースヒルズっていうのをね、ぜひこう調べておくといいと思いますね。こういう岡さんであったり、あとはアリス・ベリトとかの加藤さんなんかもね、ほんと少数ではありますけれども、個人馬主さんにもノースヒルズさんっていうのはつないでるところっていうのはありまして、やっぱこういった馬たちっていうのはね、しっかりと走ってくるケースっていうのが多いですよね。やっぱりもう単純にね、去年の成績で言っても、その副賞率的に言ったらノースヒルズさんっていうのはもうノーザンファームを超える数値になっているわけですから、まあやっぱりそういうね、ノースヒルズ育成馬っていうのに注目しないっていうのは非常にね、もったいないですのでね、隠れノーザンならぬ隠れノースヒルズ、ぜひね注目してみてください。そして最後にですね、これはちょっともしかしたらご紹介したことあるかもしれませんけれども、ちょっと個人とは言いづらいのかもしれないですけれども、 KI スタリオンさんですね。いや本当にここの出馬表で見た時の高走率半端なくて、去年の副賞率3割5分ですからね、もうノーザファーム全部揃えてもこの数値にはなかなかね、キムテツさんクラスじゃないといかない数値になりますので、一体どうなってるんだっていう感じなんですけれども、当然こちらもね、まさにザ・日高といった感じで、車台系の馬っていうのはほぼ一頭もいない感じになりますね。ただおそらくこの方はですね、自分で生産をかなりの割合でされてると思われますね。豊宅ではありますけれども、ほとんどがこう敬愛だったりね、クイーンズだったりと、まあ、あとはペットサービスさんで調べてみると、クイーンズランチとかっていうね、そういった名義で統一されてることがほとんどということになっておりますね。まあつまり生産の段階からかなり
り計算されての今の結果っていうことが言えるんではないでしょうか。それでいてですね、全くもって社代系の超高額商売たちっていうのはほぼいないですよね。いやもうそれがですね、もうまさにこう生産の段階から相馬感がすごすぎるというかね。いやこの商売ラインナップと完全自己生産でね、副調率 30% 超えっていうのは本当に化け物としか言いようがなくてですね、いや本当にこの方が選んだ商売とか、また旧車とかもですよね、どういったラインを選んだら結果を出しているのかっていうのは非常に勉強になるところが多いと思いますね。まあどちらかというとね、ダータでの活躍が目立ってる印象はあるものの、あの KI ノーテックの馬主さんでも当然ありましたんでね、やっぱりこう大本命の芝の大舞台にしてもですね、狙える時はガッツリ狙うっていうところもあると思いますので、まあ本当ね、後々はそれこそシルバーステッドサンクトもいましたんでね、また出てくるんじゃないかなって思いますよね。こういう方がですね、こうディープインパクトの後継とかを誰を推してるのかとかっていうのは非常に興味深くて、やっぱり先ほどの KI ガーベラなんかはね、シルバーステッドをつけていたりも去年はしたようですんで、やっぱりこのクラスの馬主さんでも評価している商売っていうのはやっぱり言えると思いますよね。まあぜひですね、 KI さんだったり、あとはクイーンズさんっていうね、感銘を見かけたら要注目お願いしたいと思います。ということでね、やっぱりこういうね、日高系を中心に結果を出してくる馬主さんっていうのはね、まあ、社代系以上にやっぱり目が求められるっていうところもありますし、そして何よりこう応援しがいがありますからね。やっぱり競馬の一つの魅力に、こうちょっと地味な血統であったりするけれども、大手牧場さんの馬を倒すっていうのもね、いや熱い展開だと思いますんでね、いや今後もね、この凄まじい馬主さんたちを追い続けたいなと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。